どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、モデルのジュリさんに登場してもらってます。よろしくお願いします。お願いします。今日は、ジュリさんの長さがだいたいミディアムぐらい、まあ鎖骨よりちょっと下ぐらいですね、胸上ぐらいのミディアムヘアなんですけど、この長さの方って結構かなり多いかなと思うので、もう一番春らしい最も旬なスタイリング方法を今日はやっていきたいと思いますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。ホリスティックギアの 26mm を使っていきます。じゃあまずサイドの髪の毛ですね、もうざっくり取っちゃって、さっきのアイロンでまずは外羽に巻きます。レバーを下にして、レバーが内側に入るような感じで巻きつけて、そのまま1回転だけ巻いて滑らせます。するとこのぐらいの外羽のカールになります。次に後ろの髪の毛で、少し自分でやるときはちょっとだけ前に持ってきてあげるとやりやすいかなと思うので、前に持ってきて、でこの時にしっかり手ぐしでもいいのでしっかりと溶かすのがポイントです。でそのまま先ほどと一緒にこのレバーを下にして巻きつけて、1回で巻くと外羽のカールができてます。でこちら側の反対側ですね、髪の毛もざっくりと手ぐしで持ってきて、ちょっと見やすいように後ろでやるんですけど、自分でやるときは前に持ってきてもらって大丈夫です。同じように外羽に巻いていきます。で結構カールがしっかりとつく方が今っぽいので、結構しっかりとがっつり巻いちゃってください。最後、反対側のサイドですね、こちらの部分も同様に外に1回転だけ巻きます。前から見た時にこんな感じでカールがついてる感じです。で次に表面の部分を巻いていきます。だいたい今のヘアスタイルでレイヤーが入っていることが多いので、このだいたい8部分ですね、ここから上の髪の毛を取り分けます。で上の髪の毛をまた先ほどのコテで中間から入れて、今回は内巻きです。1回転だけさせてスーッと滑らしていきます。このくらいの感じですね。次に後ろの部分ですね、もうだいたい鉢の上ぐらいの髪の毛、だいたいここに段差が入っているので、この部分、まあ短い髪の毛と思っていただければいいです。この部分を同様にご自分でいるときは先ほど一緒に前みたいに持って、前に持ってきてもらって巻いてもらうと巻きやすいです。同じように中間から入れて1回転だけさせます。こんな感じのカールですね。反対側の髪の毛も同様に、まあ、鉢の上部分ですね、持ってきてもらって、ここも内巻きに巻いていきます。で最後反対側のサイドですね、も同様に内巻きに巻いていきます。こんな感じで表面も巻き終わった状態です。下が外羽で上が内巻きに巻いてる感じですね。で巻いた後にまだ崩してない状態です。ここがポイントなんですけど、巻いた後に崩しちゃうと結構パサついてしまうので、なるべく巻いた状態で放置します。でこの後にスタイリング剤をつけていきます。ベイビーヘアオイルを使っていきます。だいたい3滴ぐらい出して、手にしっかりとなじませてから、カールをこうちょっと伸ばすような感じで全体的につけていきます。
で特につけるときは毛先中心に、ここがパサついてるとあんまり綺麗に見えないので、しっかりと潤いが出るようにつけてください。で、ある程度オイルをつけたら、取れやすい方もいらっしゃるかなと思うので、スプレーをかけるときは、表面の部分、この内巻きに巻いた部分ですね、ここをしっかりつける方がいいかなと思うので、つけるときは、ちょっと毛束を取って、なるべく下から空気を入れるような感じでつけて、バランスを整えていきます。で、そのまま全体的につけたら完成です。はい、じゃあこんな感じで仕上がりました。まあポイントなんですけど、まあ毛先が外跳ね、表面が内巻き で、どちらかといったらこうフレアのようにこう広がってる裾広がりなのが、まあ春っぽい感じの印象にも見えるし、バランス的にもこうここがこうひし形になって形になっている方が、多分日本人の骨格にはかなりバランス的にはいいかなと思うので、こういう感じが今、旬なヘアスタイルになります。本当にポニーテールをやるときに結構バランスが結構綺麗になる巻き方になっているので、次回、この状態でポニーテールにやっていきますので、よかったら次回も見てください。またねー。